こんにちは、つつけんですえ。今日は2月の4日、現在の時刻3時頃になります。今いるのは、やかた橋になります。えー、このあたりの桜も、つぼみみはだんだん大きくなってきましたが、まだまだ咲くには時間がかかりそうな感じです、えー。昨日2月3日、最新の開花予測が発表されました。静岡県の鴨農業試験場というところがね、 出している予測なんですけどもなんと2月19日に2分咲きという予測が今までね出てた予測のままそのまま2月19日が2分咲きという早くもならず遅くもならずそんな感じになりますまだまだね咲くまでには時間がかかりそうだなっていうところですまあその辺り売店も並んでいますが もうねやっていない、まあ、そこのバイトはやってるかな、えー、ということで、えー、もうちょっとねあったかくなってほしいなっていうところを思っていますが今のところ2月19日が2分咲き、えー、見頃は2月末から3月頭かなといったところです。それでは